昆虫ショップヘラクレスの佐藤さんにやってきました。いや、かっこいい。見てください、これ。これなかなか生で見る機会なかったですよ。1000円以上お買い上げいただいたお客様の先着30名様に無償化からプレゼントがあります。はい、皆さんこんにちは、無償化です。先日ヘラクレスエクアトリアヌスが交尾したっていう動画をみんなに見てもらったと思うんですけれども、こちらですね、こちらのヘラクレスエクアトリアヌスのメスを産卵セットに入れたいんですけど、産卵セットの作り方が分かんないんですよ。だからプロに作ってもらおうということで、本日は横浜の鶴見にあります昆虫ショップヘラクレスの里さんにやってきました。ヘラクレスの里っていうからには、多分ヘラクレスに関してはプロの方がいらっしゃるんじゃないかなと思うので、そちらの方にこのヘラクレスエクアトリアヌスの産卵セットを作ってもらえたらなと思います。行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。見てください、めっちゃいますよ、クワガタ。すごー。はい、というわけで横浜鶴見にあります昆虫ショップヘラクレスの里にやってきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、この横浜に昆虫ショップってなかなかないですよね。そうですね、昔はいっぱいあったんですけども、もう10年20年ぐらい前からどんどん減っていっちゃって、本当に用品も買えないぐらい減っちゃったと思いますね。ここ最近ですよね、できたのって。まあ2015年なんで、はい、今年で6年目を迎えました。ちなみにどういうきっかけでこのお店って始められたんですか？そうですね、子供の頃から昆虫ショップやりたいなってのはずっとあって、田舎は北海道なんですけど、もともとカブトムシがいなくて、カブトムシはもう本当好きでお金を出していつも誕生日に買ってもらうみたいな感じで買っていて、昆虫ショップをやりたいなっていう夢があったので、40歳の時に気に一回ちょっとサラリーマンを辞めて昆虫ショップをやろうっていう感じで始めたっていう感じですね。あ、そうなんですね。やっぱりヘラクレスの里っていうからには、ヘラクレスオオカブトが好きですか？そうですね、どっちかというと自分はクワガタよりもカブトムシメインでずっともう20年ぐらいやってるんで、もうそれで一番やっぱり昆虫の王様って言ったらヘラクレスなので、ヘラクレスのたくさんいるところっていう意味でヘラクレスの里っていう名前にしました、ね、なるほど、ちょっとじゃあそのお店を見せてもらってもいいですか？はい、ぜひよろしくお願いします、はい。さあ、じゃあこちらがちょっと入り口から入ってすぐの棚なんですけれども、めちゃくちゃ豪華ですね、これ。そうですね、まだちょっと入荷したばっかりのインドネシアから来た虫がここに並んでるという感じです。あ、そうなんですね、ここはじゃあ入荷して一番熱い虫たちが並んでる。はい、そうですか、僕もね、たまにこのお店来た時に結構ここがスカスカになってることがあるの で、やっぱり人気品なんですよね。そうですね。これ触ってもいいですか？はい、どうぞ。いや、かっこいい、見てください、これ。いや、カブトムシ界最強と言われてるカブトムシですよ。いやー、憧れのカブトムシだな、これは。こちら、子供に大人気のギラファもいますよ。かっこいいで、これ虫キングでもめちゃくちゃ強いクワガタですからね。あ、こちらヘラクレス並んでますね。いや、かっこいいですね、ヘラクレスオオカブト。オス1匹で2万円ですから。ちなみにこちらゾウカブトですか？そうですね、こちらエレファスゾウカブトって言って、鼻の先端がゾウみたいな形をしてるんでエレファスって言われてるんですけども。うーわ、これなかなか生で見る機会なかったですよこれ結構成虫になるまで期間かかるんですよね？エレファスはゾウカブトの中ではそんなに長い方ではないので1年とか1年半ぐらいになりますね。あ、そうなんですね、はい、長いやつだと3年とかになるんで、アクティオンとかマルスとかは。やっぱりこちらも人気ですか？そうですね、ゾウカブトも本当に迫力があるんで、やっぱり実際見たら欲しくなったって言って買われていく方が多いですね。さあ、じゃあ2つ目の棚ですけれども、これはクワガタの棚ですか？はい、そうです。こちらは外国産のクワガタの方になりますね。なるほど、なるほど、はい。うわ、ここにアルキレスもいますね。僕アルキレス好きなんですよ、実は。初めて買ってもらった外国産クワガタが僕アルキレスなんですよね。で、1回繁殖も成功させたことがあって、このね、アルキレスの体の太さが僕好きなんですよね。いや、かっこいいな、これちょっと飼育してみたいな。あ、これパラワンオオヒラタがいますよ。これは世界で一番大きいヒラタでしたっけ？そうですね、結構すごくでっかいと思いますね、サイズ的には。10センチ超えてます。でっかいな、これは。こちらはもうほぼカブトムシですね。なるほど、全部これ幼虫ですね。そうですね。はあ。あ、さっき言ったエレファスゾウカブトの幼虫もいますね。あ、これペアで8000円なんですね。そうですね。あ、じゃあ成虫で買うよりはやっぱ幼虫から育った方がお値段的にはお買い得ですよね。はい。
これヘラクレスの幼虫でも値段いろいろ違いますよね。そうですね、やっぱり血統とか親のサイズとかによって違いまして、うんうん、なるほど。160ミリ超えるとやっぱ若干高かったりとか、はい、170を超えるとやっぱ一気に値段がバンと高くなったりしますね。なるほど、はい。じゃあちょっと店長さんに相談がありまして、僕家で飼ってるヘラクレスエクアトリアヌスが7月の頭に交尾をしたんですよ。あ、はい。産卵セットの作り方がちょっといまいち不安で、今日産卵セットを作ってもらってもよろしいですか？あ、はい、わかりました。準備します。やった。こちらのお店にあるもので産卵セットで全部作れるんですか？はい、作れます。あ、じゃあちょっとそれ用意していただいてもよろしいですか？はい。大きさ的にはだいたいこれぐらいあれば十分かなっていう感じで、大ケースなんですけれども、あとは産卵専用のマットがあって、より土に強い感じで粘りがあって、微粒子の産卵マットっていうのがあるので、これを使います。転んで転倒して死ぬことが多いので、必ず足場を入れるようにしてこれを入れます。まず産卵マットを入れます。乾燥してることがあるので、その都度水分調整をしてちょっと固めていきます。下10センチぐらいちょっとガチガチに固めたいので、はい、軽く握ってですね、ここで崩れない程度の水分になるように調整するんですけど、はい、ちょっとまだちょっと乾燥してるんで、ちょっと水を入れます。きちんと天然水を入れるんですね。そうですね、水道水は使わないようにします。あ、そうなんですね。はい、勝手なこだわりなんですけど、で軽く握ってこういう感じですね、はいはい、崩れなくなるって感じ でこうやると崩れるぐらい。なるほど。あと大人の力で結構ガチガチに固めていただいて、平均的にあのヘラクレスは硬くなったところの層の方に卵を産みますね。あ、そうなんですね。はい、ちょっとさらに付け足します。で今度はちょっと軽めに詰めるという感じで、じゃあ深さによってちょっと硬さを変えていってるんですね。そうですね、土に層があるように柔らかい層とか硬い層とかちょっといろいろ作っていってますね。なるほど。土がちょっと10リットルだとちょっと足りないかもしれないんですけども。10リットルで足りないんですね。そうですね、微妙にもうちょっと入れてもいいんですけれども、うん、結構上の方も湿ってるという感じで、はい、先ほどは湿ってないんですけども、ゼリーをこぼしてマットの上とか結構べちゃべちゃになったりするんで、はい、下の方ほど加水する必要もないので、こんな感じですね、大体。あ、でも結構な深さですね。そうですね。あとは転倒してメスも死んだりすることがすごく多いので、はい、転倒防止剤を必ず入れるようにして、どこで転んでも起き上がれるぐらいびっちり入れておくと。わ、これぐらい入れるもんなんですね。そうですね、ある程度やっぱりでもヘラクレスって重みがないとダメなので、足場自体が軽かったりすると足場に爪をかけて足場と一緒に転んでしまったりするので、それだとちょっと意味がないので、はい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 、ある程度こういう重量のあるものがいいですね。なるほど、はい。あとはゼリーですね。卵を産むとタンパク質が不足するということで、高タンパクのこのプロゼリーという栄養がすごく高くて、あの日本で作られているいいゼリーがあるので。あ、日本産なんですね。そうですね、防腐剤もあまり入ってないのですごくいいゼリーです。めちゃくちゃ入れますね。そうですね、どこから出てきても最短の距離食べれるようにとかっていう、こう一応気を使ってやってる。ああ、そういう考えもあるのか。そうですね、あとしばらくやっぱり 2、3週間放置したりすることがあるので、はい、その間にどこでも食べれるようにという感じで、こんな感じで完成です。おお、完成しました。じゃあもうここにメスを入れても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、それでは虫岡の家で最近交尾したこのヘラクレスオオカブトのメスをこちらのセットに入れていきたいなと思います。メスちゃん卵産んでくれるかな。さあ、今日からここが君のお家だよ。いっぱい産んでくれよ。一度潜ったら3週間ぐらいほったらかししとくのがいいと思います。で、あのケースがもうちょっと大きいんであれば1ヶ月ぐらい放置しててもメス自身が卵を潰しちゃったりっていうことがないので、しばらく放置できるんですけども、はい、大ケースといってもそんなに大きくはないので、3週間に1回とか1ヶ月に1回はこまめにひっくり返していただいて卵を確認していただいて、卵がもしくはのしぼんでしまったりとか産んでなかったりすると、はい、交尾が失敗してるっていう可能性もあるので、はいはい、さらにもう一度交尾させたりとかっていう感じでずっと卵を産んでいただくっていう感じになると思います。ちなみに1回交尾しただけなんですけども、はい、なんかきちんと卵さえ産んでれば再度交尾させる必要とかってないんですか？はい、結構あの最後の方になってくると産まなかったりとか無精卵が多くなってきたりすると、はい、あのオスの種切れっていうことがあるので、はい、さらに何回か追いかけって言ってまた再ペアリングすることがあったりもします。ああ、なるほど、はい、じゃとりあえずはまずはこの状態でちょこちょこ様子を見ながら、はい、卵を産んでるか確認したらいいんですね。はい、そうですね。なるほど、じゃあちょっとこの状態でこのメスちゃんが卵を産んでくれるかを見守っていきたいなと思います。メスちゃん頑張れよ。
はい、ということで本日はヘラクレスの里さんでヘラクレスオオカブトの産卵セットを作っていただくという動画でございました。店長さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。店長さんがこのお店にいるのは土日だけなんですよね。はい、そうですね、基本的に土日だけです。そうなんですよ、だから実はね、無償化もこのお店通わせてもらってるんですけれども、店長さんとがっつり絡ませてもらうのは今回初めてなんですよね。で、実はですね、今レジにいらっしゃる奥様がいらっしゃってですね、実はね、奥様もすごい詳しくて、オオクワガタの産卵方法とかも全て奥様に教えてもらっております。このように初心者の方にもすごく親切に対応してくださるお店でございます。横浜の鶴見駅から徒歩10分のところにあるお店でございます。そして今回この無償化大輝とヘラクレスの里さんがコラボしてくれたという記念で、無償化からプレゼントがあります。このヘラクレスの里さんで1000円以上お買い上げいただいたお客様のうち先着30名様にこちら無償化大輝とヘラクレスの里さんのスペシャルコラボステッカーをプレゼントさせていただきます。30名様限定ということなので、この動画を見ていただいた皆様、今すぐヘラクレスの里さんに来てください。というわけで、この動画面白いなと思ったらチャンネル登録、高評価、通知登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。無償化でした。